出張防災ラボ泉崎村に来ております後ろの方でですね東京から来た大学生が野球部なんですけども、あの、合宿の後のバーベキュー楽しんでおります、まあ、久しぶりでしょうし、静かにですね盛り上がってる感じでございます、今日はですねこの泉崎のパークゴルフ場の管理休憩棟から、ですね、えー、出張防災ラボをお伝えをしたいと思います、えー、今日もこの出張防災ラボ、えー、いつものようにですねゲスト来ていただいております。 えー、田崎副村長です、田崎さん、こんばんは、こんばんはよろしくお願いします、この泉崎村といえばです、ね、はい、なんといっても、こういうツイッターをいただいたんですけれども、はいえー、こちらでございます、ツイッターなんですが、横穴が有名だと、はいえー、小学生のころに行ったと記憶していますということなんですが、はい、こちら、1400年前に作られた横穴の墓で。はいえ 昭和8年に道路工事をしているときに偶然に発見されたで,す、ねはい、でこの特徴がなんといってもまあ横穴なんでこういう形で入っていくんですが、はい、入っていくと絵が描いてあるんですねこれそうですこれは人物とか、えー、動物が描かれております1400年前の方が描いたってことですよねでこれだけじゃなくてこういうのも発掘されてるんですこちらご覧ください これですね昭和56年の古いニュースなんですけども原山古墳というところで、はい、なんと埴輪が発掘されたということなんですよね、はいはい、でこの埴輪これから出てきますけれどもこれもですね5世紀後半に作られた、はい、結構あれですねしっかりと残ってますねそうですね今日はですね、はい、あの実際この埴輪の画像を用意したわけなんですけどもこれどういうこれあれなんですか、はい 力士像これ歴史像だはいはいそれと盾を持つ男子盾を持つあなるほどんか琴を弾いてる方もいますねはい琴を弾く男性ですね男性なんですねでねあの副村長よく見るとみんな幸せそうな顔してるんですそうですねだからいかにこの泉崎って昔から住み心地がいいかというところだと思うんですけれども えー、この泉崎って昔から実は災害の被害が少なかったんですよね実際ですね平成23年の東日本大震災の時は全壊62棟あったんだけど人的被害がゼロ、はいはい、台風19号も去年の2月も今年の3月の地震も人的被害がゼロで全壊倒数もゼロ、はい、これやっぱりそれだけ昔から遺跡があったってことはそ,うです、ね、それだけその災害に強い町だったとはい、はい で実際にですねその埴輪のあともですね、はい、7世紀末から8世紀初頭、はい、白河郡の中心官長がここにあったんですかはい、はい、そうですここにあったそれがこの関和郡の遺跡というものなんですけどもそうですね、はい、阿武隈川ありますよね阿武隈はございますはいであのさっきちょっと話が前後しますけども泉崎ってあの阿武隈川流れてるのに、はい、なぜ台風19号の時に あの浸水価格はゼロだったんですかねあ、はい、あの人の住んでいるエリアが、えー、水、そこまで上がってこないんですよあ。なるほど、浸水想定されている場所に、はい、そもそも人が住んでない、ないだから被害がないんだ、はいはい、やっぱりこれって先人の知恵っていうのは正しかったということですね。そうですねあのちなみにこの関和具のですの、ね、遺跡なんですけれども、泉崎の方に聞いたら、こういうことを言ってました、関、えー、和遺跡も、関家具遺跡もですね、はい 石遺跡も水が来ない自然堤防の上にある、はい、ここ自然堤防だんですそうですねあの高さ的にそこまで水は上がらない上がらない、はい、しかも今ある集落もここまで来ない、はい、ということなんですよね、はい、ただ全くその災害のリスクがないわけではなくて、はいはい、泉崎には 村長、ため池が結構あるんですか。そうですね、農業ため池が結構点在しております。えー、カラス峠という泉崎の里山、はい、ちょっと小高くなったところがありますけれども。はい、ここのふもとというか、中腹ぐらいにあるんですね。そうですね。はい、あのため池の崩壊といえば。はい。 あのやはり東日本大震災のときの藤沼湖というのがありまして、はい、あれが崩壊してしまって、はい、残念ながら尊い命が失われてしまったんですけれども、ねはい、やっぱりこれももしかしたら泉崎で発生するかもしれないということは想定されているということそうですね、はい、想定されていて、何か対策っていうのは、はいえー。各ため池ごとにハザードマップを作成しまして。 これがそのあれですね、ハザードマップなんですけども、はい、よく見ると、10分後とか、はい、20分後とか、はい、30分後に到達って書いてある、はい、だから逃げる時間は、あのい池のそばじゃないかぎりはあるということですね、です,ねねですからもしこれ、ため池が崩壊した場合どうなるんですか、まあ、これはの防災無線で、えー、すぐに周知して、えー、避難していただくということになります。 ですから、このため池の崩壊ということはあり得るということを想定して、はいえー、村では準備をされているということですね、これからまだまだです、ねうん、雨季で、これからが大雨の季節ですので、はい、あのぜひしあの村民のです、ねはい、命を守っていただきたいと思います。